じゃじゃーん。クルエラさんの101匹ワンちゃん、クルエラさんの餃子ドッグ、ハロウィン限定メニュー、ちょっとおお、ツートン餃子ドッグ見えるかな、白と黒、白と黒、これ平日むちゃくちゃ行列やから、この閉園間際に行列のない時に買いました。しょ、でもちょっと恥ずかしい、むっちゃ変なところで食べてるから、行きます。よいしょ、わーわーわー、変な切り方する、あ、ちょっとこっち、おお、何の具材やろ、全然予備知識ないねんけど、あ、髪がついて、髪がよいしょ、いてて、手が鉄骨に挟まってんねん、よいしょ、あ、なんとか見えるかな、餃子、まあ、中身餃子ドッグやんなこれ多分。いただきます。うん、餃子ドッグ美味しい、辛っ、餃子ドッグってこんな辛かったっけ、よいしょ、痛い、膝が痛い、どんなところで食べてるかっていうと、あ、痛っ、携帯落ちた、よいしょ、こんなところ、この橋のたもとの街灯、こんなところで普通食べへんで、バカじゃね、よいしょ、しかもこの、しかも曲がるから、こいつが邪魔するから、こうやって手出さなあかんねん、でこいつも邪魔やから、こう手出さなあかんねん、何らかで、よいしょ、痛い、そこまでして餃子ドッグを食わなあかんかっちゅう話やねんけどな、でもこのハロウィン限定っていうぐらいやから買っとかなあかん、やっぱ食レポしとかなあかんでしょ、はい、よいしょ、人が通るたびにジロジロ見張るから、ちょっと かなり恥ずかしい、だから早く食べてしまいたい、最後の一口いきます。はい、ごちそうさまでした。クルエラさんでした。